のプラビットの達也とハリソンと田口ということで、僕たちは普段はメジャーデビューもしているバンドマンですが、今日は都市伝説をやっていきたいと思います。ということでですね、衝撃のお話がいくつかあります。ございます。嘘のようなことが本当だったというお話でございます。まず一つ目ですね、はい、嘘をつくと鼻が伸びるっていうのを多くの人がピノキオから学びましたよね。うん、わかります。だから別にお前嘘ついたらピノキオになるぞみたいなのはないけど、ないけど、まあ、イメージではそう、なんとなくわかりますよね、でも俺ヤソップから学んだ。いやまあそうだけど。で、これなんとスペインの学者チームの研究によれば、嘘をついても鼻が伸びることはないが、逆に鼻が縮むことがあるというのが明らかになった。どういうこと？スペインの大学である実験が行われました。ミラン博士の研究チームは、人間が嘘をついた時の肉体の反応を調査しました。60名の学生を対象にサーモグラフィーで観察しながら、肉親や友人に電話をかけさせ、その中で嘘をつかせました。その結果、興味深い事実が明らかになりました。なんと学生たちは嘘をついた時に鼻先の温度が平均で 1.2 度下がり、逆に額の温度は 1.5 度上昇したそうなんです。さらに鼻先の温度が若干下がった時、鼻の大きさがわずかに収縮し、まあ肉眼では確認できない程度ですが、はい、鼻が低くなる逆ピノキオ現象が起きていることが分かったと。へー。で、これ何が言いたいかっていうと、はい、肉眼では確認できないとはいえ、うん、嘘を1000回つけば、うん、鼻は低くなるわけです。確認できるほど。なるほどね。だから肉眼では確認できないけど、ちょっとチュってなるのよ。やだね。だから心臓がさ、キュンってなって、うわ、寿命縮んだと一緒。ああ、なるほど。あれ多分縮んでるやん。マジで、あれだ、マジ縮んでる。みたいなことで、鼻も嘘と連動して低くなっていくと。マジか、すごい。ってことは、鼻低いやつは全員嘘つけってことだ。おってね。ずっと言ってるから。いや、言ってないですね。俺は別に鼻が個性だと思う。いや。ということで、今のが一つ目の逆ピノキオ現象についてなんですが、うん、次も面白くてですね、二つ目、テキーラを飲めば骨が丈夫になる説。クラブで手っ取り早くテンションを上げたいなら、まあもちろんテキーラということで、うん、アルコール度数が高めなのでお酒の弱い人には縁のないテキーラですが、酔っ払って楽しくなる以外にも驚きの効果があることが最新の研究で明らかになりました。うん、それが実はテキーラは骨にいいというものでございます。これ嘘くさ聞こえるけれども、うん、ちゃんとメキシコの学者たちが本気で研究を行って、その結果を発表したものです。うん、骨にはいいけど肝臓には絶対悪いよ。それはね、どっち取るかっていう。絶対肝臓だよ。まあ、そもそもテキーラっていうのは1700年ぐらいからメキシコで作られているお酒で、アルコール度数は 35% から 55% のものがほとんどであると、うん、で、なぜ骨にいいのかというと、それはテキーラを作る時の原料である流絶卵に秘密があるということで、テキーラ生産に必要不可欠な流絶卵はメキシコではアガベと呼ばれています。この流絶卵の中に含まれる物質には、人間の体内でカルシウムとマグネシウムの吸収を飛躍的に高める効果があるというのが分かったんですね。だからメキシコの学者ロペス博士は実験を行います。マウスに流絶卵を使って、どのような効果が起きるのかっていうこと、まあ、要するにテキーラを飲ますようなものですよね、うん、それをやった結果、テキーラを飲んでない方のマウスと飲んだ方のマウスでは8週間後飲んだ方の方が骨が太くなってたと。で、この効果がもし人間にも有効であれば、世界中で2億人の患者がいると言われる骨粗鬆症の治療に役立つんじゃないか、テキーラがと言われてる。あ、なるほど、ね、すごいじゃん。で、これネックなのが、まだ人間を対象とした実験は行われていないので、うん、テキーラを飲んでどれほどの効果があるのかっていうのはまだ分かっていないと。なるほど。でもそのネズミではテキーラで骨が太くなったよっていう結果が出たってことですね、うんうんうん、だから将来的にはボーンテキーラみたいなので、なんかぐんぐん骨が太くなりますよっていうテキーラが開発されるかもしれないっていうお話でございます。それか医療現場とかでね。そうだね、うん、医療テキーラみたいなね、うんうん、医療飲みんだよ。医療のゲームじゃないの。ということで、以上が最新の研究で明らかになった2つの驚くべき事実でした、はい、知らないことばっかり。知らないことばっかり。テキーラって、うん、そのたくさん飲めないじゃないですか。そう、ショットですよ、まあ、ね。だから結構きついよ。その肝臓だけではなく、いろいろなものを変えた時なかったりとかある、うん、その財布もないし。ああ、なるほど。体内だけじゃない。そうね。だからその辺は難しいなと思いますけど、うん、ちなみに何杯ぐらいいきますマックスで。俺でもマックス8杯ってことありますよ、テキーラ1日で。僕は16ぐらいってこと。すごっ。俺でも60ぐらいですか。
いやいやいや、もう足るやん。お前、USB のヨーヨーみたいな、弾いちゃう。俺それ確か大阪で飲んだんですよ、うんうん、でホテルに帰らなきゃいけないと、うん、でホテルなんて僕ら自分で住所知らないですよね、うん、だいたいスタッフとかマネージャーが車でここホテルですよってチェックインして、で自分で飲みに行くからタクシーとか乗って、うんうん、だからホテルの場所なんて一切分かってないはずなのに、うん、俺起きたらホテルにいたんだよ。だからそういうことが起きるから、まあ、だからね、テキーラにはその人を帰らせる力もあるということで研究から分かっているので、まあなんか変にね、うん、飲まされることはなくていいと思いますけれども、ね、うん、楽しくなった時に、まあ一杯飲む時にちょこっとこのうんちくを挟んでみたら、よりテキーラが美味しく感じるかもしれません、うん、では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。Don't you